ハイニシキソウチャミサイスプロストレータは、東大グサの植物。ニシキソウ類では小さいもので、コニシキソウより一回り小さい。ごく小柄な一年生の草本。茎はよく分子し、多数の枝を出し、茎の長さは6.5から20センチメートル。上面には短い毛があるが、下面は無毛。葉は耐性で、楕円型で、先端は丸く、基部は左右不対称に狭まる。 長さ4から8ミリメートル、幅2.5から5.5ミリメートル。上面は青みのある緑色、下面は白色色。1ミリメートル以下と短いがはっきりした傭兵がある。表面は無毛、地面では先端に多少毛があることもあるが、無毛のこともある。下記は九州以北では9の10月。肺状下剰は普通の葉、あるいは少し小さい葉の基部から一つずつ生じる。 双方船体の付属体は不明量。果実は甲卵刑で長さ1 2ト、mm、ル計1 3ト、mm、ル程度。3つの量には長さ0 3ト、mm、ルほどの小さい剛毛が生える。原産は北アメリカの合衆国南部から南アメリカのアルゼンチン北部にわたる地域とされるが、現在では世界の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。琉球と小笠原には、 第二次世界大戦以前に侵入した。1970年代以降に九州以北から報告されるようになった。記録があるのは本州では関東伊勢、九州、それに琉球と小笠原である。琉球列島では各島に普通、道端に見られる。荒れ地に色相は本州に似て全体に毛が多く、また葉裏には白い毛が密生する。 正式な学名は不明とのこと。ちなみに、長田町では、本種の甲にこの植物が当てられている。小西基草シーマクラータは、普通用の真ん中に赤い反紋がある。また、肺状果樹は単独でなく、周産果樹の形をとる。本種を見分ける特徴としては、大まかには、とても小さくて、葉に、青みがあるのが目につく。チャミサイスプロストレータトロピコス以下、種として、 清水編、P131 発島、P363 発島、P363 清水編、P131 黒田、P214 発島、P363 清水編、P130 から132、ありがとうございます。